はい、聖アザラシいきましょうか。お、アザラシ。はーい、五十嵐監督です。はい、雨女なんだよね、イガラシ。はい、オッケー、バイバイ。雨女ばっかじゃねえか。雨女続いてますね。おい、ナイスホームラン。確定先頭打者ホームラン。気持ちいいね。早川、オッケー、大丈夫だよ。監督もちょっと動揺してくれてますね。お父さんがね、0点に抑えている。ここで1点取られたけど、まあ全然大丈夫。はい、よしよし、追加点追加点。いいね。うん、ナイスナイスナイス。おお、すんげえ弾道。これさっきも見た。場外ホームラン。えぐいわ。さっきも見た。早川すごいね。ねえ、いいじゃん。抜けたね。まずここで1点また取れる。はい、6点目。ちょっと冷静にアウトを取っていこう。アウトじゃない、アウトです。はい、ナイス。まあ、とりあえずね。はい、これはいい、これはいい。点差あるからね。うん。しても良かったりしない？しないね。うん。しなかったら1はやっぱダメだわ。1はね、やっぱね、怖いですね。うん。打ててるよ。本当に天才で。本当に天才なんですよ、山本って。天才っていう情報しか増えてない。これはどうだ？まあ、1点はしょうがない。うん、3点差。大丈夫よ。さあ、シュー、これいけるね。シッキーのところはダメですぞと。ダメですぞと、まあ自慢のショートですからね。はい、うん、残念だったな。嬉しそう。やつ。いや、強いよ。2回戦進出な。弾道がまだ2回戦 C ちょっと避けたいね。2回戦くらいまでは D くらいでやらせてくれないかな。いや、大角かオマロクかだけど、やめて。スクイズしてきた。スクイズはコンピューターがやるなよ。ねえ、マジで大丈夫。オケナイス、大丈夫よ。いやらしい。うん、まだある、まだある。さあ、後半初球を打ちました。いやー、うわー、4点差。4点はちょっと重い。4点差きついな。いや、9回いいだね。頼む。代打はいいだ。代打。うおい、さあ、ノーアウトからよ。うん、来た。いやー、ナイスナイス。ワンアウトから。いいよ。いや、4点ならまだワンチャン。いけるいけるいける。だから。いいよ。オッケー、オッケー。ツーアウトまでいってるけど、2点。二点、あと2点。オッケー、オッケー。怖い。怖い。ああ、ここまで打ってたからかな。当たんなきゃ意味ない。きついね。まあしゃあないしゃあない。まあしゃあない、切り替えよう。ダッシュにしよう。あ、普通のヘッドスライディング。キャッチャーチャレンジ。キャッチャーチャレンジ。やーい。おお、クロスファイヤー。クロスファイヤー対左へ。おお、対左へ。クロスファイヤーすごいすごいすごい。泣いてるけど。まだあるまだある。まだある。あ、キャッチャーね。あー、ロボした。おー、すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。アウトローロキ。すごい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 。やば。4つはやばい。4つはやばい。なかなかない。トッくんで掃除、代打丸、あ、いいよ。うん、代打出す場面はね、本番でもありますからね。あるからね。うん、キヤッチャーどこ行っちゃったの。キヤッチャーなし。キヤッチャーはね、ない時があるんですよね。ない時が結構あるんですよ。お、広角打法サロメ。すご、取れたー。おー、さあ、エスプレちょっと強いの。うん、伸びあるな。
伸び？伸びの弱点の伸びを？おい！これはでかい。伸びCまでいった。まだあるまだある。まだある。やる気あるね。やる気あるよ。自覚ある。かくらんいいね。かくらんね。ルイに出れたらね、うん、スタミナ削れるからね。おーい。取得率は高いね。いや、マジで取ってる。すごい。どうしてこれは、そなたに授けよう。強っ。はい。強っ。欲しいよ。かっこいい。見送られて守りに秋秋どんな戦いを見せてくれるのか。ここよね、秋よね。秋よ。夏ちょっとやっぱ苦しんだ分ね、秋で挽回したい。さあアベレージヒッター一緒に。いやーやっぱこういうヒット増えるんだよね。アベレージヒッター阿部必要な。やっぱごく普通のアベレージヒッター石上。ふふふ。ほら、うらわ、ただ、いや第2球。でもいつか輝く時が来るから。あ、うまい、ナイスマン。また前打ちジェンゴ。天才天才天才。これはエース。あー、ひまたぎさーん。タトルでいけることない。あ、おあー、すごいかわいそうな目をしてる。とてもかわいそうな目をしてる。目で訴えてるもんな。目で訴えてる。ちょっと見るのが辛くなった。あー、これ。あ、ナイス。いいバッティング。おー、いい打球。抜けた抜けた抜けた。三塁回れば。あー、まあね、転がしてくれ。ごく普通の石神。ごく普通のさよなら。素晴らしい。うん。ガセ。アザラシの拍手も出てます。ペチペチペチ。ダイナの村。もういいよ。伊藤先生。やっぱり。はあ、うまい。自動得点増えてきましたね。そうね。自動失点ばっかりだったから。悪い笑い方してる。なんか今までにない笑い方してる。ちょっと笑顔が。うん。広角サロメ。これはいいね。広角でやっぱちょっと打球が伸びるんでね。うん。ちょっと余裕ですがみたいになってるけど。いや、いい2点。渋い。あ、ドピンチ。ああ。やだ。やめてくれ。やめてくれ。あ、すげえ悲しみをしてる。やめろ。目で訴えてくるな。やめろ。いやらしい。いけるか。いいぞ。あ、琴浦南か。ここやたら戦ってるよね。やたら戦ってる。ナイワッチ。ナイス。おーい。これ帰ってくるじゃない。帰ってくるべ。いや、最高これは。逆転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 。よし。ここで逆転。マウンド上は闇の。これは引っ掛けた。シュウがね、投げれる性能してるんでね。しっかりね、系統もできると。ここスタミナ点々がね、なくて。ああ、キマちゃんね、あんま長く投げさせれないっていう感じなんで。はいはい、きついね。いや、うまい。でも系統も素晴らしいです。はい、というわけで、せやぞらしい、秋地区大会ね、はい、ということでおめでとうございます。おめでとうございます。はい、大きいですね。マジでね、秋2つともめっちゃきつい試合だったろうけど。よく厳しい試合多いな。ねー、アザラシなんだかんだ多いんだよね。うん、そうなんね、楽に勝たせてもらってないなっていうね。うん、そんな中でも頑張ってますね。うん、よかったよかったよかった。はい、うん、これでね、地区ね、勝ち進んで1個でもいい、とりあえず行きたい。 50% で春高戦とか、ね、最低1個。うん、うん、半分で春高行ければマジで万々歳なんでね。はい、アザラシまだね、甲子園の土踏めてないので。そうっすね、みんな結構踏んじゃってるからね。うん、
ちょっと行きたいですね。なんでまた、はい、またみんな踏むからね、今年もまたみんな踏んでるからね、なんですかね、本当にね、アザラシ頑張ってほしいです、はい、というわけで本日も見ていきましょう。強い、今回でだいぶね伸びたんじゃないですか。今回ついたのがクロスファイヤー投資、対左、あと伸びもそうですね。伸びだね、はい、伸びがいいから、伸びが2段階上がってます、上がりましたから、はい、いいっすね。いや一気に一戦級のピッチャーに、ここもすごいの、340だもんなすごいな、大会途中で340だから強いよ。全然まだまだ伸びるからね、はい、いや対左 A はね、これあれなんですよ、怪盗メタなんですよね、投手も、対左 A も、ね、怪盗メタですね、このそう、左並べたのと威圧感2枚いるんで、はい、威圧感効かないのでかいですね、ちょっと面白くなりそうですね、この2校の対決、はい、その多分ね、相当左並べてるっていうか、怪盗は全部左なんで、でずっと対左 A だとね、ずっともう本当に強い状態で投げちゃうので、はい、これはちょっとね、有利にいけるんじゃないでしょうかね。本戦向けというかね。あれ、同じリーグだよ、確かね。同じリーグです。なんで、これはちょっと強く出れるんじゃないでしょうか。楽しみですね。はい。